長木亮太です。20問20答いきます。幼稚園でみんなサッカーやってたから、はい、自分に達成できるような目標を持って、それに向かって頑張ってれば、徐々に上達すると思います。出身地は神奈川県の横浜市で、地元のおすすめは何だろう。まあ、みなとみらいとか、まあ、あとはシューマイ、崎陽軒。今年のオフは、1番、宮崎に、ゴルフしに、翔太君と、杉岡と行ったことです。年越しそば食べてました。大磯の、鉄板ダイニング寮っていうところ、みんな行ってると思うんですけど、ぜひ行ってみてください。餃子です。餃子作らしたらもうめちゃくちゃうまいです。うなぎ、うな重、一番好きなんで、はい。自分と一緒の食べ物が好きな人、怒らない人、価値観が合う人。あれ見ました。なんだっけ、あれ。まあ、ゴルフですね、これは。はい、最近じゃないけど。ゴルフですね好きですね。はい、これは誰だろうな。大橋かな、後輩だし。まあ、それか、シュート君。海外だとバリとか。食事、もう一食増やす。試合前のルーティンは特にないですね。特にない。あんまり決めないようにします。そういう毎回やるようにする。同級生の J1 の選手ですね。もう30、今年35なんですけど、全然いないんで、そういう人たちはすごく楽しみです。攻守において、いいプレーをして、まあ、特にやっぱりボールを取るところ、守備のところは得意にしてるんで、見てほしいです。1年間通して怪我をせず、ピッチ内外でチームに貢献できるようにいければなと思います。まあ、また戻ってきて、今年はしっかりチームに貢献できるように頑張りますので、1年間ご利用よろしくお願いします。